勝手に宣伝シリーズ第3だ。これ先日ちょっと箕面のね、大阪府の箕面市の、大江戸、大阪府やのに大江戸温泉物語のね、箕面観光なんとかホテルかやったかなって、まあ箕面有名なのはね、箕面スパガーデンですね、スパガーデンなんですけどね、で見つけたこのプリンなんですが、大阪限定ね、秘密のデザート、甘い大阪城は今日も元気元気、くしくもね第3弾出ちゃったと。まあこの食レポはしない、勝手に宣伝シリーズもね、くしくも第3弾というとね、このおっぱいプリンっていうのね、まあ見てみましょう。これね、これ、こういうふうに開くようになってて、これがほらお姉ちゃんがちょっと狭いな、これお姉ちゃんがこうねビキニ着てる形だね、これで一度食べたらやみつきになるでちゃうの。でこれ絡めるとね、スプーンとついて、でこうビキニになってるわけ、タイガースのほら、まあうちでいうディナーみたいな感じですかな、これ。でちょっとタイガース町のこのビキニ、大阪おっぱいプディングパート3って3回もこれ出しとったよね、知らん間に箕面で売られとったらしい。これ大阪限定ってこれさ、やけど大阪の人間こんなんばかり食ってるみたいに思われるよね。大阪の人間がものすごくおっぱい好きみたいな感じじゃないですか。ねえ。ねえ。見えた。見えてもた。いいんかな。じゃあ行ってみましょう。開けてみましょうね、これ。わーお。わーお、わーお、わーお。わーお。ほんまに怒りますよ、ほんま前日にタムトーにもう大阪の人こんなん好きやと思われる、ほんまにこれこんな箕面でしか売ってないんやろね、多分ね、分からんけど USJ で重くそ売ってるかもしれんけどね、こんなんね、というような商品です。一度食べたらやみつきになんで、やみつきになるで、ちょっとちゃうかな、神戸の人かな、ほんまは神戸です、これ神戸プリンと間違えて買ってください、神戸プリンね、関西に来たら神戸プリンも有名ですけど大阪にはおっぱいプリンがあるということで、今日も元気元気、大阪城は今日も元気元気、太鼓さんも泣いとるでじゃあねはい、じゃあね。